会計ギタリスト DDG です。超絶ギター道場へようこそ。はい、ということで、まあ、ご覧の通りね、今日も指サックをつけています。で、手荒れはね、まあ、1ヶ月ね、ギターをほぼ弾かずに、治療にね、ちょっと専念していたんですが、かなりね、よくなりました。ただ、ちょっとね、どうしてもやっぱり、皮がね、皮膚が薄くて、素手でね、弦を触るとね、すぐに指が切れてしまうので、まあ、ちょっとね、完全にね、回復するには、まだまだちょっと、時間がかかるんじゃないかなっていう感じなので、まあ、なんだろうな。このままずっとね、こう、弾かないでいると、いつまで経ってもね、こう、動画を出せなくなってしまうので、まあ、無理のない範囲でね、指サックつけてれば全然、弾ける状態にはね、戻ったので、無理のない範囲で、演奏と、動画の方をね、再開していこうかなと思います。なので、またね、一緒に楽しんでいただけると幸いです。ということで、よろしくお願いします。はい。で、今日のね、お話は、今ね、ちょっと後ろを向いて弾いていたんですが、左手のね、この親指、まあ、左手のね、フォームについてのお話を今日は、していこうと思います。で、恥ずかしながらね、僕はまあ、パッと見た感じ、僕のね、このフォームは、おそらくクラシックフォームというものだと思うんですが、このね、フォームに関しては、僕はこのクラシックフォームとかロックフォームっていうのは、実はこういうね、形があることは知っていたんですが、その名称を知ったのは実は最近で、で、実を言うと、今までね、いろいろこうお話をしてきている中で、僕自身も完全に感覚で弾いているので、で、感覚で弾いているっていうのは、最近の話ではなくて、もうギターをね、弾き始めた頃から僕は実は自分の弾きやすいように弾いてきたんですね。で、まあ、いろいろね、こう解説はしているんですが、なんだろう、自分がね、どういう風に弾いて、何をこう一番大事にね、こう意識しているのかっていうのをね、弾きながら、自分なりにね、自分の弾き方をこう分析してお話をしています。で、このね、今回の今日のね、このテーマのこのフォーム、まあ、親指のこのね、添え方とかね、その意識の仕方についても、完全に感覚で弾いてきているので、まあ、自分の弾き方をね、自分なりに分析をしたお話になりますので、まあ、なんだろう、まあ、意識してね、自分がこう練習してきたことではない部分なんですけれども、少しでもね、そういった自分のこの弾き方を自分で分析したね、この動画が誰かのね、役に少しでも立っていただけたらなと思ってお話ししています。で、その感覚っていうのは、ここがね、ちょっと申し訳ないところなんですが、その時その時で少しこう違ったりする部分もあると思うのでね、前と言ってることちょっと違うなって思う部分も今後もしかしたら出てくるかもしれないんですが、そこに関しては、なんか弾いてる時の感覚が少し、前と違ってきたのかなぐらいのね、感じで流していただけると。ただ、どれもなんだろう、間違ったことを自分のね、この弾き方の中でこう嘘を言ってたり間違ったことを言ってるわけではないっていうのだけ、分かっていただけたら幸いだなと、助かるなと思いますので、ちょっとね、こう違っている部分が あったらご了承いただけると、助かります。はい。で、このねフォームについてなんですが、正直ね、教則本っていうのを僕は全く見たことがないわけではないんですが、ほぼ、ほぼっていうかね、もう完全に、自己流で、っていうのも、
本を見てもなんか違うなっていつもねこうなってしまうんですよね。で結局自分のねこう弾きやすいようにいつも弾いているので、こういったねそのフォームとか、まあ、もっと言うとねピックの使い方とか、握り方なんかも僕は正直誰かから習ったわけではなくてねもうとにかく自分の弾きやすいようにこう弾いているんですが、このフォームこのね親指のこの添え方で僕なりにちょっと分析をしてみて大切にしている部分、まあ、僕の弾きやすい弾き方なんですが、この親指って基本的に僕はあまりこうどこにこう置くかっていうのはあまりこう決めていないんですね。で基本的にはクラシックフォームで、基本的にはねこういう風にクラシックフォームで弾いているんですが、チョーキングの時とかはねロックフォームになったりとか、あとはちょっと分かりにくいかもしれないんですが、こうリニア移動するときって親指をねこう添えているんですけれども、少しこう浮かせたりするときがあるんですね。こういうところとかね、ちょっと分かりにくいんですが、少し実は浮かしている部分もあったりしていて、あまりこうなんだろう、このフォームで弾かなきゃいけないみたいな意識ってこう全然なくて、その時その時でこう弾きやすい、なんだろう、この添え方でいいと思って僕は弾いています。こう長く弾いたのはこの今の親指のねこの動きもちょっと見ていただきたかったので、ちょっと長めに弾いてみたんですが、でここで一番僕が大切にしているのはこのね親指をこう垂直につけない、まっすぐつけない。まっすぐつけちゃうとすごくこう指が動かしにくくなるんですね。まっすぐつけない、この方が見えやすいかな。まっすぐこうつけるとすごいここら辺に力が入ってしまうので、基本的にこの親指は少しこう斜めにこの辺りね、側面の辺りをこう軽くつけるようにしています。側面でもないね、ごめんなさい、側面っていうよりはちゃんとそうですね、親指のお腹つけてましたね、ごめんなさい。このあたりも本当に感覚なので、今自分で分析をしながらねお話ししている部分なのでね、ちょっと適当なことを言ってしまって申し訳ございません。外側じゃなくてね、この親指のお腹の部分をこうまっすぐじゃなくて斜めにつけてますね。こうじゃなくてちょっとこうですね。こうすることによって力がね、ここに、本当にすごくこういうのってすごく単純な部分なんですけれども、すごい大事で、ほんの少しこう角度を変えるだけで、力が抜けるんですよね。ただ、これも弾いている中で、まっすぐにした方がいい部分とかもこう、出てくるんですね。こう弾いていて、ちょっとここは斜めにしていると弾きにくいかなと思ったら、少しこう角度をねこう変えてみたりで、無意識で弾いているんですが、そのね冒頭っていうか先ほどもお話ししたんですが、そのこう感覚で全てこう弾いてきてはいるんですが、この親指もね、今意識をして考えてみると、
結構この僕はその親指のねこの動かし方、そのつけなんていうのかな、動かし方っていうかこの添え方ってすごくこう大切にしていることに気づいたんですね。このここを固定しないことによってすごいこう なんだろうなその左手をフリーにすることができるんですね。これを固定しすぎてしまうとどうしてもやっぱり指に力が入ってしまうので、実はね今日お話をねこうする前に少しこう試してみたんですよ。で固定をしてしまうとこうじゃなきゃいけないみたいな感じで固定をしてしまうとやっぱり指がすごく動きにくくなるんですよね。なんとなくこう弾けてはいるんですけれども、だんだんやっぱり力が入ってくるので、とにかくねこうある意味無意識なんですよね。その弾きやすいように弾きやすいようにこう親指をこうずらしていく。だから今もねその弾いている中でこう弦移動するときは少し親指が離れていたりとか、基本的にはこう垂直にこうまっすぐにしないんですけれども、なんだろうな、そのちょっとこう なんていうのかな少しこう立てた方がいい部分なんかは立ててみたりして、とにかくねそのちょっと言ってることがね矛盾してしまっていて申し訳ないんですけど、なんて伝えたらいいのかな、すごいこう難しい部分なんですけど、とにかくこうフリーに親指をこうフリーにしてあげてます。ただ基本的にはこうまっすぐにしてしまうとやっぱり力がすごいここに入るので、基本的には最初のポジションは、少しこう斜めにねして、このお腹の親指のねこの腹の部分をこうつけています。分かっていただけると思うんですけれども、ちょっと分かりにくかったら申し訳ないんですけれども、基本的にはねそのこの斜めにこうしているんですけれども、まあその中でねちょっとこう動かしながらすごい自分にとって楽なポジションを見つけて、弾いています。本当にねそのなんだろう、すごいほんの少しのね動きなんですけれども、この動きをね、無意識でねこう弾きやすいようにコントロールすることができるようになると、左手がすごくこう自由に使えるようになるので、僕自身の僕なりのね弾き方なんですが、このね親指に関してはこの添え方ってすごくこう大切なのかなと思っています。どうしてもねその弾いている中で左手にね力が入ってきてしまうとこう体力が続かなくなってきたりするので、まあ、こういったところでね少しでもこう力を、抜いてあげることができると、その演奏をね、楽にすることができるようになるんじゃないかなと、思います。はい、今日ちょっとね長くなってしまいましたけれども、ちょっと分かりにくかったですよね。言っている中でねかなりこう矛盾をしていることとかもたくさんあってね、そのまっすぐにすると力が入ってしまうと言いながら、実際こう弾きながらね少しこうまっすぐになっている部分もあったりするんですけれども、まあ、それはね基本的にはねその最初のねその弾き始めのポジションっていうのはこう少しこう斜めにこうね指を当てて力がね入らないようにこうしていて、で弾いている中でね少しこうなんだろう、まあ、その運指によってねこの状態だとちょっと辛い部分があったりするので、そこはこう微妙にこう動かしながらね力を抜きながら僕は弾いています。
というお話でした。はい、この動画ね、もしいいと思ってくださったらぜひ高評価、あとねチャンネル登録まだしていないよっていう方がいらっしゃったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。破壊系ギタリスト DDG でした。